皆さんこんにちは。2000年のオフに日本のプロ野球オリックスからメジャーリーグマリナーズに移籍すると、その後はヤンキース、マーリンズと渡り歩き、2018年に古巣マリナーズへ復帰して現役生活に終止符を打ったイチローさん。メジャーリーグという世界最高峰の舞台で何年にもわたり活躍を続け、ストイックに野球に取り組んでいた姿が印象的です。日本が生んだスーパースターの引退ニュースは世界中を駆け巡り、続々と惜しむ声やねぎらいの声が上がりました。成績の方で言うと、2016年6月には日米通算ながらもピート・ローズさんが持つ大リーグ最多安打記録4256本を塗り替え、その後も着々と安打記録を更新していき、最終的には日米通算4367安打という大記録を打ち立てたイチローさんには各界からも敬意を表するメッセージが相次ぎました。しかし、あまりにも華々しく感じるイチローさんの野球人生の裏には、父親である信行さんとの大きな確執があるといいます。また長い間絶縁状態だという噂もあるようです。今回はそんなイチローさんと、イチローさんの父親である鈴木信行さんとの確執や絶縁の噂、イチローさんの嫁である由美子さんと年の差が理由で結婚を反対されたという噂について迫っていきましょう。ぜひ最後までご視聴ください。最初にイチローさんと、イチローさんの父親鈴木信行さんの簡単な経歴からご紹介します。イチローさんの父親である鈴木信行さんは、高校時代は野球部に所属し外野手として活躍していました。夏の高校野球愛知県大会でベスト4に進出を果たし、大学を卒業後は叔父の営む会社に勤務しましたが、1970年に機械製造部品会社を自ら創業しています。イチローさんの父親であることから、父郎の愛称で親しまれている鈴木信行さん。イチローさんが小学3年生の頃から中学入学まで、下校後に日が沈むまで毎日練習に付き合い、練習後は足のマッサージをするなど、イチローさんの野球人生の基盤となった時代を支えました。その甲斐もあって、イチローさんは小学生の頃に地元の少年野球チームで野球を始め、エースで3番を任されており、6年生の時には全国大会で3位入賞を果たしています。その後、イチローさんは愛工大名電高校に入学すると、1年生からレギュラーを獲得します。そして2年の夏、3年の春の2度、甲子園に出場することになりましたが、いずれも初戦で敗退しています。その後はプロ野球への意思を固め、ドラフト会議では当初中日ドラゴンズを希望していましたが、オリックスが4位指名したことにより入団が決定しています。しかし1993年は打率が振るわず、2軍行きを宣告されるなど暗黒時代を過ごします。この2軍時代にイチローさんの代名詞である振り子打法を完成させました。そして登録名をイチローに変更した1994年、日本プロ野球史上初のシーズン200本安打という偉業を達成します。また1998年には、こちらも日本プロ野球史上初となる5年連続首位打者獲得を達成するなど、日本野球界において大記録を残しました。そして2000年にメジャーリーグに渡ると、シアトルマリナーズで背番号51をつけ、2001年にシーズン242安打を放ってメジャーリーグの新人最多安打を記録しました。2012年にニューヨークヤンキースへの移籍を経て、2015年からはマイアミマーリンズに所属、2016年には日本プロ野球メジャーでの通算4257本目の安打がプロ野球における通算最多安打数の世界記録としてギネス記録に認定されました。そして2018年に古巣であるマリナーズに復帰し、2019年3月21日に現役引退を発表しました。イチローさんの引退は世界中で大きく取り上げられ、イチローロスが巻き起こるほどでした。メジャーリーグで共に戦った同志は、先輩後輩も含め全員がイチローさんをねぎらい号泣する選手がいたことも話題になりました。さて、それほどに大きな功績を残し皆に愛され続けたイチローさんでしたが、イチローさんと父信行さんが不仲であるという噂は以前からファンの間で有名なものでした。
イチローさんが引退した際のインタビューでも、二人三脚でやってきたはずの父信行さんに対しては一切コメントがありませんでした。しかもインタビューを行った記者も父親に関しては一切触れておらず、明らかにインタビュー前に一郎さんから NG が出ていたものと考えられます。一部の報道では絶縁状態と言われていますが、そもそもなぜ親子の間にここまでの確執が生まれてしまったのでしょうか。これにはいくつかの理由が考えられているようです。まず最初に考えられるのは、一郎さんと妻である由美子さんの間に子供がいないということです。一郎さんは1999年に8歳年上の由美子さんと結婚しました。長年アスリートである一郎さんを懸命に支え、全てにおいてサポートしてきた妻の由美子さんですが、2人の間にお子さんはいません。今の時代、子供のいない夫婦は珍しくありませんが、一昔前には子供を産んで育てることが女性の仕事だという考え方が当たり前の時代もありました。一郎さん自身は過去に子供が欲しかったけどできなかったとマスコミに語っているので、子供の誕生を望んでいたようです。それに由美子さんも何とかして子供を産もうとアメリカで不妊治療を受けたそうなのですが、結局は子供を授かることはできなかったようです。そのため一郎さんと由美子さんの間に子供が生まれなかったことで、信行さんと一郎さんの間で考えの相違によって確執につながったと考えられます。確かに親の立場から考えると、一郎さんほどの才能を持った人の遺伝子を引き継いでほしいと願うのもあるのでしょう。また父の信行さんは一郎さんの8歳年上になる由美子さんとの結婚に最初から反対していたとも言われているので、夫婦のことに関して首を突っ込みすぎたことで確執が生まれたと考えられそうです。次に信行さんによる一郎さんへの過干渉も原因と考えられます。信行さんは一郎さんと由美子さんの結婚の翌年である2000年に地元の愛知豊山町に2階建ての大豪邸を建設したそうですが、信行さんには溺愛する一郎さんと仲良く暮らすという願望があったようで、当時の信行さんは一郎さんが中日に移籍し新築した豪邸で一緒に住むという夢を思い描いていたそうです。さらに信行さんは非常に細かいことにまで口を出す性格だったようで、結婚当初はネギを1本買うにも領収書をもらうように言っていたという噂まであります。もしこれが本当であれば、嫁の立場としては大変苦痛なものでしょう。さらに信行さんは一郎さんと暮らしたかったこともあってからか、一郎さんのメジャー行きには猛反対したそうです。そんな時に悩んだ一郎さんを支えたのは妻の由美子さんだったことが報じられており、当時の一郎さんにとっての一番の理解者は父親ではなく妻の由美子さんだったのでしょうね。そこまで息子を溺愛する信行さんですが、一郎さんの個人事務所であるオフィス一郎の代表を務めています。しかし過去に一郎さんが出演した CM 出演料を個人所得とせずにオフィス一郎の所得に計上していたため、名古屋国税局から約9000万円の申告漏れを指摘されるといった騒動もありました。一郎さんはこの時かなり怒っていたそうで、他人任せにしたのがいけなかったと語っていたといいます。この申告漏れをきっかけにして、その後一郎さんの稼いだお金は資産管理会社を設立して妻の由美子さんが管理するようになったようです。こういったエピソードによって父とこの関係に亀裂が入っていったようですね。他にも信行さんは2000年に地元の愛知豊山町の実家隣に一郎記念館というものをオープンしました。そして一郎さんが子どもの頃に食べていたというカレーをレトルトカレーにして発売するのですが、その名前は自身の愛称である父郎を含んだ鈴木家の父郎カレーというものでした。一郎さんは自分が広告塔に使われるのをかなり嫌がっていたと言われ、こういった父親の行動も一郎さんを苛立たせたのだと思われます。度重なる振る舞いにフラストレーションは溜まっていったのでしょう。しかし信行さんはそれが理解できなかったようで、少しは顔を出して事務員にねぎらいの一言があっても良いんじゃないかなどと話していたそうです。父親としては息子の栄光を自慢したいという気持ちがあったのでしょうが、
勝手なことばかりしていた結果、メジャー挑戦で渡米してからは絶縁状態がもっとひどいものになっていきます。妻である由美子さんの実家がある島根県松江市には年に1回は夫婦で足を運び、さらには泊まることもあったそうですが、信行さんの住む豊山町には帰ったとしても短時間立ち寄りさっさと帰るという様子だったといいます。しかも信行さんには全く顔を合わせないようにするという徹底したものでした。それほどに2人の間に入った亀裂は深いものだったのでしょう。また信行さんには引退することも直前まで知らせていなかったようです。ここまで見てみると、絶縁状態というのはただの噂ではなく事実のようなものでしょう。しかし一郎さんの引退後、家族の関係も徐々に変わってきたようです。というのも一郎さんの引退の場面で由美子さんとのやり取りについて信行さんは、引退を告げた時由美子さんは私に手を差し出してきたんですよ、今までありがとうございましたという感謝の気持ちだったのでしょう。私の手を握り、彼女はにっこりと微笑んで去っていきました。今までそんなことは一度もなかった。私は何も言えず無言で手を握りましたが、長年のわだかまりが溶けていくような感覚でしたと語っており、由美子さんに対しては、私は一郎に結婚は25歳まではするなと言ってきましたが、世話をしてくれるのはやっぱり年上女房なんですよと語っていたようです。由美子さんを好意的に思っていなかったと言われた信行さんでしたが、一郎さんを真摯に支えた由美子さんを認めるような言葉ですね。また一郎さんの引退後には由美子さんから信行さんにメールが届いたそうで、その内容は、彼と日本でゴルフをやってもらえませんか、彼がお父さんとやりたがっていますといったものだったようです。一郎さんからも信行さんへ歩み寄る様子がわかりますね。一度は絶縁状態とまで言われた親子関係でしたが、やはり互いの歩み寄りというのは大事ですね。これから徐々にでも亀裂の入った関係の穴を埋めていき、親子仲良くやっていってほしいものです。いかがでしたか。今回は一郎さんと一郎さんの父親である鈴木信行さんの確執の噂についてご紹介してきました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。